こんばんは、元男の子の青木かのんです。まず最初に皆様にお知らせがございます。この動画はものすごく汚い映像が流れますので、そういったものが苦手な方はご視聴されないことをお勧めいたします。それでも大丈夫だよっていう方は、ぜひ最後までご視聴ください。ここから本題なんですけども、実はですね、今私が住んでいる家の前に住んでいたアパートがですね、まだ借りてはいるんですけども、動画には映せてなかったんですよ。で、なぜ映せなかったかっていうと、ひどいゴミ屋敷になってます。すいません。いや、私、ゴミ屋敷にするつもりなかったんですよ。なので今回はですね、私のゴミ屋敷のルームツアー&掃除をする動画です。で、実はですね、今撮影してくださってるマネージャーさんご夫妻が、前職がゴミ屋敷などを掃除するその特殊清掃っていう仕事をされてたんですよね。そうです。プロフェッショナルなんですよ。実際に私のゴミ屋敷をマネージャーご夫妻に見ていただいて、見積もりをしてもらいました。友達割引とかもうそういうの関係なしに、フラットに見積もりしたらいくらだったんでした？安く見積もっても60万円はかかります。60万。視聴者さんは今、ってなってると思うんですよね。で、そこで、マネージャーさんから、神提案をしていただいたんですよ。手伝ってくれるのであれば、おいくらに割引していただけるんですか？10万値引きします。50万円でいいです。これって、素人目から見たら、本当に高いと思うんですけども、でも、他の業者さんにも聞いたところ、やっぱり同じぐらいの見積もりなんですよ。むしろ安いぐらいにしてもらってるんで、やっぱりこう、私は YouTuber やってるから、ゴミ屋敷にしてしまったらこんなになっちゃうんだよっていう、皆様に伝えていけたらなと、なんか謎の使命感に駆られまして、一緒に掃除していきます。今回の掃除の工程が2つあるんですよ。特殊清掃と普通の清掃。特殊清掃は専門的なそのプロの方じゃないと掃除できない範囲なので、私は清掃の方から参加するっていうことで、今回がその清掃です。特殊清掃の部分はもう撮影実際にしていただいてるじゃないですか。はい、なので後でそれもお見せするんですけど。特殊清掃ってどこ？トイレとお風呂です。どんなレベルでした？今までのゴミ屋敷で一番ひどかったと思います。ちょっと言わないでくださいよ、これ。私の清掃のブランディングが。ではですね、この後実際に私のそのゴミ屋敷に行くんですけども、その前に特殊清掃をする前の一番ひどい状況の時の映像をご覧ください。どういうこと？ここキッチンですね。奥にキッチンがあります。足の踏み場ない汚れ。もう虫がだって勝手についてる。ではですね、私の家に着いたので今から行ってきます。まだちょっと掃除も完璧じゃないので、はい、土足でそのまま入ってもらっていいんで。あ、土足ですか？土足でいいです。怪我しても困るので。あ、わかりました。行きましょう。オープン。めっちゃ綺麗じゃないですか。これだったら私ゴミ屋敷清掃しますっていう動画にならないぐらいめちゃめちゃ綺麗ですよね。いえいえいえ、奥の部屋が。あ、そうなんですか？はい、そうです。特殊清掃はこっちだけなので、奥の部屋は、はい。特殊センスって怖いですよね。そうです。お風呂とトイレだけなので。ちょっと見ていいですか？どうぞ。え、めっちゃ綺麗じゃないですか。あ、すごい。え、すごい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 、めっちゃ綺麗。全然入れますね。現状復帰までしましたんで。ありがとうございます。いいえ、何を。お風呂でも見てみますか？あ、トイレも、はい、トイレも、はい、どうぞ。ホテルじゃないですか。え、めっちゃ綺麗。トイレも一応ここまで。え、現状復帰しました。すごい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 。で、キッチン。あー、これあれなんですよ、私の家のこれ電熱線コンロ。電熱線コンロなんですよね。このゴミ屋敷に最後の半年間ぐらい住んでなかったんですよ。あまりに汚すぎてうわーってなっちゃって、ずっと実家暮らしみたいな。多分半年前ぐらいの動画ってほとんど私実家で動画撮影してると思うんですけども、実はこういうことだったっていう。いや、もうダメですね。昔から私ダメなんですよ。なんかちょっと汚くなっちゃうと、もうそれがずっとエスカレートしてうわーってなっちゃうんですよ。掃除したい気持ちになる。これ言ったら言い訳って言われちゃうからね。でもそう、まあでもダメですね。そうですね。こっちやばかったですよね。さっきの多分映像で皆さん見てると思うんですけど、こっちはちょっとかなりやばかったので。かなりやばいですか？はい。なのでこっち行ってもらいます。中に奥さんもなんか作業してくださってるんですか？そうですね、作業してます。あ、わかりました。
めっちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。これは生活できる、ここで。まだできないです。すげえ。顔映せないんですけども、マネージャーさんの奥さんであり前職特殊清掃の K さんと元同僚の K さんです。どっちも K さん。どっちも K さんです。あ、はい、すみません、ありがとうございます。主に奥さんの方はどちらを掃除されました？特殊清掃。特殊清掃。実際お風呂の方はどんな感じだったんですか？まずお風呂から出てきたもので驚いたのがカップヌードルのカップ、それから色が変わってて中見えない。お風呂の中に電球は入ってるし、浴槽のところにですか？電球は浮いてるこれ大丈夫ですかね？え、マネージャーさん、どうですかこれ？まだいいんじゃないですか？まだギリギリ大丈夫だと思う。ギリですかね、はい、それからすごかったのが、はい、傘が出てきてこれギリギリではない超えましたね。あと、なぜか雪平鍋っていう鍋、あれがお風呂の中からちょっとめっちゃ笑ってるじゃないですか何でも入ってるっていうのは初めてか。あれなんですよ、言い訳させてください。なんか経緯があって、日本って地震が多いじゃないですか。だから災害に備えて私は4年前に水を張ってたんですよ、ずっと。でなんかいつの間にかだんだんと時が経つにつれて中にゴミを入れるようになっちゃったんですよ本当に何度も本当に申し訳ございません。次の家は特殊清掃入らない掃除します。トイレは怖くなってきた。便器自体は特殊清掃としては普通なんですよ。あ、はい、あのぐらいだった、はい、でも便器の周りがすごい本当に申し訳ございません。もうそれしかできないっすもん使い終わったトイレットペーパーとかをそのまま下にボン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 落としていってしまったんですよ。でもそれもなんで私してんのかが自分で自覚なかったんですよ、当時。流せばいいだけかなっていうイメージはあるんですけど、私も今理解に苦しんでる自分に多分そこがやばいんでしょうね。やばいなと思います。冷静に言われちゃった。もう一方いるんで。元同僚さん。そうですね、私が印象的だったのは、はい、ペットボトル実際ペットボトルは、はい、軽く見積もってもほんと500から800本ぐらい。一応同僚の方に中身を全部捨てて清掃してっていうお願いをしたんですけど、どうでした？数十本で休憩が入りましてまだ全てはやりきれてないというか、中にマリモみたいなのができてたりとかそういうのがあって、すごい激臭がすごくて申し訳ございませんでした。次の家ではペットボトルの中マリモが発生しないようにかけます。激臭がするペットボトルってまだあるんですか？いやすごいです。でもすごい綺麗ですもんね、この床とか。全然綺麗ですね。足の踏み場が本当になかったから、ここはもうゴミ後してるだけなんで。あー、はい。どうですかこれ、インスタ映えですか？インスタ映えですね。100万いいねきます激臭がやばすぎて、これサムネで映えます？映えます、映えます。うわ、くっさ顔、キメ顔、キメ顔やばい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 ちょっと待ってよ、くっさ、はい、うわペットボトルの洗浄っすね。はい、あ、これですね。私何やってんだろう。 YouTube の私の歴史ってここの家から始まりなんですよ。え、ジョージアって書いてありますもん。これコーヒーですね。うわっなんかあの吸い殻入れの下に溜まった水みたいに匂いしますね。水を3分の1入れてキャップを入れて、うわっくさっ、うわっ振る、うくさっ、ダメだこれ。マネージャー大丈夫ですか、匂い？あ、僕大丈夫ですよ。マスクしてるから。いや、慣れてますから。ありがとうございます。これ6本はやばいですって。そりゃ何十万もしますよ。皆さん私みたいにならないでくださいね。こうなりますから。え、これなんか浮かんでません？うわ、これやばい、やばい、これやばい、一回一回これやばいっす。したら今からこのゴミ袋を、はい、そうですね、不燃と可燃でちょっと混ざっちゃってるんで、はい、ちょっと分けていただければなと思いますんで、はい、分別しない、はい、捨てられないので、箱の中もとかもちょっとちゃんと見て、あ、はい、いただければなと思います。あ、でもこれ紙しか入ってないんで、そしたら紙だけは、はい、可燃で、はい、調子で大丈夫。ゴキブリいました？ちなみにゴキブリは見てないです。いなかったと思います。私見たことないですよ、やっぱり、はい、この家はゴキブリ出ないんですよね。はい、いなかったと思います。え、これすごい昔のシール入ってた。タモさん、はい、掃除しました。掃除、うわ、めっちゃ懐かしい。これ、うわ、これ1個が入ってますよ。
そういうの結構ありましたよ。まあ、ちょっと私もらいたい。そういうことで、あとどんくらいで終わりそうですか？あと3日から4日で頑張ります。とりあえず今日の動画ここまでにします。また全部綺麗になったらどっかのタイミングで動画出せればと思いますので、その時もお楽しみにしてください。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと私のインスタグラムと LINE 公式アカウントもありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。